越法道将越法道将は、江戸時代初期の僧。大幕衆の僧で、大幕衆宗本山万福寺の八代十字。石膏省公衆府戦闘圏に生まれる。道将穴で、属性は、腰。法名に、宝剣。上京三年に、日本へ渡り、長崎幸福寺住職となる。法営四年八月には、江戸よもむき将軍、徳川綱吉に拝謁する。 将軍、綱吉の側用人で、大老閣の柳沢義康の家を受け、法永7年8月15日には、柳沢家家老、矢蓋重森に招兵され、開国岩久保村に創建された栄刑事の解散となる。教法19年に死去。奈良県大和郡山市の栄刑事には、鎮僧、越法道将像が残されている。越法道将像は、 鉄砲道省自身の三文があり、強法元年の作と記される。四本着色。寸法は縦 123.5cm、横 57.8cm。大爆臭の頂像に、特有な細密で、写実的な特徴を有し、発皮姿で、極力に腰掛け、正面を向く。右手に杖、左手に保酷を持つ。三分に記される、教法元年は、 越宝道省が大爆山を実施した年で、大爆山には宝永4年に描かれた本図と同じ、越宝道省像が伝来している。また、甲府昇華に伝来した大木化資料には、越宝道省の一行書や、同じ大爆像の高泉製の草書下書が、残されている。越宝道省の一行書は、資本牧書。 寸法は縦1 0 8 0トル、横2 5 4トル。また、柳沢市家老、柳沢吉角の次男である画家の柳沢紀縁の初期作品である、迦数には越法道章の三分がある。山梨県甲府市岸、久保町。後、京法9年に柳沢市の天保に伴い、奈良県大和郡山市に移転。楽ただ道と白くい沢。 P164 いざわ、P164 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 四。大木コレクションの名品、ピアニッシモ50から51。大木コレクションの名品、P168 いざわ、P160。ありがとうございます。